合気道の創始者上芝森平王は茨城県に隠居しているが、毎朝のお勤めを欠かしたことがない。王は内弟子と共に早朝太陽を拝むのだ。王は大自然に同化し、対立相克の世界もなく相手もなく、ただ自己の気が宇宙の気に合して動くのが合気道だと説く。武という文字を分解すると矛を止めるとなるが、合気道は自己に打ち勝ち、相手に戦う心をなくす、つまり敵そのものをなくしてしまう絶対的な自己完成を目標としている。上芝森平王はさらにこう言っている。昔から世に修練を積んだはずの武術者が精神的欠陥から儚く消えていった。そして私は大正14年の春、武道の心は愛の精神であると悟ったのだと。